令和2年6月17日、地域交通安全活動に功労のあった市民に、表彰状の伝達式が行われました。表彰状の伝達式は、麻生警察署の署長室で行われ、麻生地区地域交通安全活動推進委員の森下重隆さんに、内田吉郎署長が、熊本県警察本部交通部長、及び、 県地域交通安全活動推進委員協議会長連盟の表彰状を伝達しました。表彰を受けた森下さんは、平成26年3月から、阿蘇警察署管内の地域交通安全活動推進委員を務め、幼稚園、保育園や小中学校での交通安全教室、さらに、登校児童の保護誘導活動に献身的に取り組み、 阿蘇地区の交通安全に尽力し、その功績が称えられたものです。熊本県内には269名の地域交通安全推進員がおり、その中で今年度の表彰は県下で6名で、阿蘇警察署管内では森下さんだけということです。